さあ優勝、そして大会最優秀選手賞である射水市長賞おめでとうございます。優勝と射水市長賞に選ばれた今のお気持ちお聞かせください。すごい嬉しいです。今日は東京都からの参加ということですが、自分の力をしっかり出せましたか？はい。得意技は出ましたか？はい。さあ佐藤選手は将来どんな選手になりたいですか？どの大会でも優勝できて人にも優しい選手になりたいです。それでは最後にこれからの目標をお聞かせください。どの大会でも優勝できるように頑張ります。優勝おめでとうございます。これからも頑張ってください。さあそれでは続いてお父さんにお聞きします。今日の颯太君の試合お近くで見ていていかがでしたか？いや、もう親の方が緊張しました。すごく静かに見守られている感じがしたんですが、どんなお気持ちでご覧になられました？いや、もう自分のことに緊張しちゃってたので、もうあまり覚えてないですね、はい。将来はどんな選手になそんな人になってほしいですか？いや、もうこのまままっすぐな正直な人間で強くなってほしいと思います。はい、では最後に颯太君に一言お願いします。おめでとう。優勝おめでとうございました。